回一回切っちゃってごめんなさい。こんばんは。もういい時間ですよね。結構12時近いですけど、暇でインスタライブしようって思いました。お元気ですか皆さん。あ、そう、さっき切って場所を移動しました。はい、こんばんは。あ、うなちゃん、うなちゃんいつ会うんだっけ。あ、そうだ、私のスケジュール確認待ちですね。うなちゃん LINE するね。早く会いたい、話したいことがいっぱいある。今日インスタに上げてた写真か。 ありがとうございます。彼氏に振られました、慰めてください。うん、そうか。まあでもあれですよ、運命の人じゃなかったってことですよ。運命の人はいるんですよ、きっと他に。その人が待ってるので、早くもっと可愛くなってその人の元へ行きましょう。こんばんは、こんばんは、こんばんは、いっぱいこんばんは。大恋愛見て号泣わずだって。そう、あのね、大恋愛私1話見て、あ、2話、1話、1話見て、でそっから録画ができてないことに気づいて、あ、もう無理だと思って置いてかれて、最終回さっき30分ぐらい見て号泣したんです。うん、素晴らしいです。それってすごいですよね。ね、最初から見とけば、 DVD 出たら絶対借りちゃう。涙袋はバビメロのパレットアイシャドウ、バレンタイン限定だったパレットアイシャドウのピンクとゴールドを混ぜて塗ってます。ピアス開いてます。前髪は少し切りました。一昨日に草ちゃんところ行って、トリートメントと前髪を少し切りました。ネイルはこの間からまだ変えてないです。今回ね、伸びがね遅いんですよ。あ、でもまあなんかベージュ系、ベージュピンク系だから多分ね、伸びてくるのがあんま分かんなくてね。今外の声ですね、笑い声。あ、テレビもついてる、なんかコントみたいなやってるテレビ見てました、さっき。裸眼です。今日双子座流星群で見れた、見てないです。双子座なんですけど私、だから見た方がいいですよね。見えるもんなんですか、上向いたら、空見たら。なんか流星群ってよく何座流星群、何時何日何時にピークですみたいなニュースよく見るけど、結局東京とかでも見れるもんなのかなっていう、なんか明るいから見れないんじゃないかっていう疑いで一回も見てないです。ピアス開けるのは人によると思いますけど、私はみじんも痛くないです。痛くなかったです。まこちゃんカラコンいつもしてる。カラコンはしてる時としてない時が結構気分で、度数は同じなので本当に気分で結構半々かな、半々くらい。なんか公演とかライブとかは基本はしてる時が多いかな。うん、映像の時はしてる時が多いかもしれないです。あ、双子座同じ。まだお風呂まだです。多分2時ぐらいに入るんじゃないですか。あ、バビメロですか、教えてくれてありがとうございます。礼儀正しい、こちらこそ。ためになったら嬉しいです。お家帰ってきて部屋着に着替えないの、
すごいなんか着心地悪いっていうか、ピタッとした服とか着てて楽じゃない服だったら着替えるけど、そういう服あんま着ないので、基本は部屋着は着ないです。あとなんか毛が抜けやすいニットとかは着替えるけどですね。今日寒いね、思いました。なんか耳が帰ってきて、耳がなんかもうなんて言うんですか、初めての痛みだったんですよ。え、寒い時になる耳の痛みってこういう系だったっけっていう、なんか衝撃的な痛みがして、すごいびっくりしました今日。お鼻の頭にニキビができた、あれだ、皮膚科に行って直しましょう。コンタクトは透明のはしてます、間違えた。眠くないです。最近タピオカは前より頻繁には飲んでないですね。踊ってイヴ・サンローランのリップ良きですか。私はもうずっと愛用してます。そう、やっぱ色が可愛いし、あと私マットなリップがなんとなく唇が荒れる気がして苦手なんですけど、イヴ・サンローランはすごく潤いもモイスチャー効果もあるからよくつけます。こんばんは。顔痛いよね、わかる。自転車とかさ、なんか中学校の時自転車とか乗って学校から帰ってたけど、確かに顔面死んでたなって思ったもん。もうキンキンで、なんかマフラーこの辺までなんか巻いたりしてたなって思い出しました。耳当てとかね、一時期朝スムージー飲んでたよね、わら。スムージーはあれですね、冷えるから基本夏しか飲まないです。コメントが、いやこれはもう一回ん、え、何、下まで行っちゃおう、追いつけない。牡蠣食べたいです。牡蠣食べてください、どうぞ。リップケアは特にしてないです、保湿だけしてます。ネックウォーマーは持ってないかもしれないですね。疲れた時のビール最高、いいですね。私もビール乾杯ってできる大人になりたいです。マツエクしてます。大人になったよね、だって。でももう21なので、嫌でも大人になります、人間。お酒そんな好きじゃないです。リップいつもいつもと一緒ですよ。お、マツエクはシーカールです。ツヤ肌になる方法は、ファンデーションとハイライトをしっかり入れることファンデーションはやっぱりあれです、あのクッションファンデがあのツヤ出やすいと思います。で、あとなんか上からパウダー塗りすぎないとかね。まだ21ですか、だって嬉しい。もう21ですよ、もうやばいですよ、大人にならないと。本当にクッションファンデ特に私崩れる感はあんまり
味わってないです。ライブの時も公演の時も変わらずクッションファンデ使ってます。汗かいてます。それで、はい、オーディション受けたのは14で、入ったのデビューは15ですね。おあい、あクッションファンデ中学生日記来週最終回ですよね。やばい、私今期中学生日記だけなんですよ。もう1から10までちゃんと見てるのだから、もう本当にあれも泣いちゃう毎回本当にね。受験受かったのおめでとうございます。頑張ったね。18でもオーディション遅くない？遅くないと思います。あの年齢制限に引っかからなければ全然遅くないと思います。大丈夫。14期をそうね、しゃべり方好きだって。そうですか。あんま自分は好きじゃないです。なんか大人っぽくない。バスツアー私も行きたい。お、バスツアーすごくなんか好評だったらしくて、またやりたいので、ちょっと本当に頑張ります。私がちゃんとねしっかり、はい、またできるように頑張ります。女子会やってほしい。女子会ね、女子会もやりたいですね。関西の声もたくさんいただいてて、関西でやってくださいみたいな。でもね、その関西だけじゃなくて、もちろんここでやってください、ここでやってくださいっていっぱい言っていただけて嬉しいです。松江区したら二重幅広がりますか。松江区したら二重幅広がるのかな、わからないです。どうなんだろう、初めて聞いたかもしれない。九州もね、そうなりますよね。あ、せいちゃんが優しい、喋り方好きですって言ってくれてる。せいちゃんに明日会うと思います。お礼言おう。あ、本当だ。マッチングすると一重の人二重になったりするよね。だってそうらしいですよ皆さん。なるほど。あ、アルパカの人形あっちにいるな。あっちにいる。でも毎日一緒に寝てますよ。家族です。アルパカの人形は何かっていうと、この間バスツアーでマザー牧場行ったんです、ファンミーティングで。それでくじがあって、1000円くじで2等が当たって、アルパカの人形を選びました。ぬいぐるみ。そうで、今お家にずっといます。かわいいのなんのって。そう、アルパカ。ふう、実家じゃないです。うん、この間のストーリー感動したね。あれすごい反響ありました。なんかいっぱい返信来てました。嬉しかった。全部読んでますよね。思いますよね、そういうの。みんな言わないだけで思ってますよ。メンバー一人暮らし長いですね。もう中井梨花ちゃんについて一言お願いします。なんだろう、梨花ちゃん元気かな。なんか本当にリカちゃんに会うといつも思うのは、もうご飯食べてるって心配になる。本当に忙しそうで、なんかね、どの仕事でも必ず空き時間あったら抜けてお仕事行って帰ってきて本番だけやってっていう、本当に忙しいで、終わってなんかダッシュで新幹線の時間がって言って、なんか抜けてくところとかよく見るから、もう本当に忙しくて大変なんだなって思うけど、さすがです。本当に頑張ってますよねみんな。
クマは特に私は気になってないです。ホームアローン見てないです。ノエちゃんいたいだって。ここに山田ノエちゃん。ノエちゃんに会うと本当に元気出る。うるさくて元気出ます。見つけれなかった。ノエちゃんどこにいるんですか。声が眠そう。こういう声です。風邪気をつけてね。ありがとうございます。今日は舞台を見に行きました。ああ追いつかない。そうです、ナーナさんとタノちゃんが出てるダンスカンタービレという舞台、銀座博品館劇場にて16日までやってて、もう本当に素敵でした。ダンスもうタノちゃんとナナさんのダンス本当に好きで、もうチーム K の時からずっと近くで見てて、かっこいいなーって、綺麗だなーって思ってて、で2人が同時にダンスの舞台に出るなんてもう私得でしかないと思って、ずっと楽しみにしてて、行けてよかったです。本当に本当にかっこよかった。綺麗でした。なんか美しかった。プロデュースと AKB のメイク違いありましたか。それもよく聞かれるんですけど、プロデュースの時は基本はメイクさんがやってくれるんですよ。で AKB の時は自分でメイクすることが多いので、多分違ったと思います。ほとんど違う、ファンデーションも違うし、アイシャドウも違うし、うんですね。おちゃんと同じネイルサロン行きたいで、ぜひ行ってください。ネイルサロンは、ファンクションっていう原宿キャットストリートのとこにあるやつ、タグ付けしてるのでぜひ飛んでみてください。自分に自信持ちたい、どうすればいいですか。自信が持てる自分になってたらいいんじゃないですかね。何が足されれば自信が持てるのかなって考えて、例えばもう少し痩せないと自信持てないっていうんだったら、やることはダイエットだし、メイクが下手だしっていうんだったら研究してみればいいし、いろいろありますよね。性格も変えれるし、人は。のぐりあんにょん、あんにゃせよ。まこちゃんまだ卒業しないでねってコメントがある。卒業してほしくないですか。案外そんなことないんじゃないですかとか言って。あ、エブリンの福袋欲しかった。売り切れちゃいましたか。人気ですもんね。してほしくないだって。それはあれですか、歌って踊ってるアイドルの私が好きだからですか。何が理由で卒業してほしくないのか気になります。結構だって卒業しても私は存在するわけだし、別に特に変わらなくないですか、みんなの中では。まあでもそっか、イベントとかがなくなるのか。握手会ね。そっか、
握手会か。踊ってるまこちゃんが好き？嬉しいですね、そう言っていただけるのは。遠くなっちゃいそうだってそんなことないでしょ、そんなことないですよ、変わらないです、距離感は。なんなら近くなるんじゃないですか、やめたら。なんか卒業発表した人みたいな話してるけど、してないですまだまだAKB ですまあでもどうなんですかね、それはもう皆さんにどう思うかは自由ですけどね。移籍したいですか、だって他のグループにですか。いや特にそういう願望はないですね今は。一番好きな楽曲、最近聞くのは、冬に聴きたくなるのはチーム K のささめ雪リグレットっていう曲があって、すっごい切ない歌詞なんですけど、なんかもう冬になると聴きたくなる感じ。ささめ雪リグレットぜひ聴いてください。あと年中好きなのは君についてっていう曲とか、あとは私タンポポの決心が大好き、一番好きかもしれないです、それが。乃木坂に入ってほしい。乃木坂のファンの方に怒られますよ、そんな言ったら。いらんって言われちゃうからね。細雪って読んじゃう、だってかわいい確かにまんま読んだら細雪、ささめ雪。2番の歌詞がいいですよね。そう、 AKB の歌はね、2番の歌詞含めてぜひ皆さん聴いてほしいの。だからもう歌番組をワンハーフにするのがすごいもったいない気がして、2番の歌詞がいいのにみたいなところあるんですよね。だからぜひ歌が出た時は、あの2番までちゃんと聴いてほしいなって思います。よく、すごいいい歌詞なんです。センチメンタルトレインね、わかる。2番いいですよね。1番もちろんいいんだけど、2番聞くとよりハハってなる。尊い。ね、わかる。2番聞きたくなりますよね。もうぜひ聞いてほしいです。皆さん。冬好きですよ、私。君についてナナソロコンで歌ってたよね。ねえ、ナナソロコン見に行きましたよ、私も。本当にセンターしてほしい。うん。あ、サンダルじゃできない恋、嬉しい。選挙の曲ですね。まこちゃんソロコンやんないですね、残念ながら。それはね、やりたかったですよ結構。まあでも仕方ないですね。サインありがとうございます。何のが、あーなるほどね。なんだ早いコメントがディズニーいいですね。ディズニー行かなきゃ年内に。あ、オンリートゥデイ好き、私も。
何も言わずに。あー、そうなんだ。あー、なるほどね。あ、写真集、写真集もすごい言われますね。出してくださいって。需要を感じられなくて出すっていう方向に進めないですね。服、あ、ガガガもう一回やってほしいです。お、 K のコンサートでやるのかな、どうなんですかね。私ももう一回あれやりたいですよ。うん、ちょっとセクシーな曲です。ガガガは SDN さんの曲ねえ。自信がないわけではないですよ。需要がないって思うんですよね、ビジネス的に。最近の曲全然わからん。聞いてください、ぜひ。ネガティブですか？初めて言われました、人生で。私多分人の数倍ポジティブらしいです。ねえ、元気の秘訣、何ですか？美味しいご飯と素敵な睡眠と、あと大好きな人たちに会ったり、みんなでお話ししたり、他愛のない時間を過ごすところ、こと、ところ、こと。うまく喋れません。はい、かな。そう、西野美希ちゃんと会ってますか？会ってないです。ブログ更新しますね。何聞きたいですか？何話してほしいですか？ブログでそれ募集してます。あざといところが大好き。あざといですか？私やばい、嫌われる。でもあざとさってね、大事だと思うんですよ。私なんか、なんだろう、人が、女の子が自分は、やなんだろう、自分であざとくしようっていう概念はあんまりないですけど、人がっていうか、女の子があざとい女の子、ちょっと日本語得意じゃないですね、あざとい女の子が好きです、私は。あざとい女の子結構好きです。自然体の女の子も好きだし、なんかあざとい女の子見て、うわあざといなみたいな、うわなんかもうがっつりあざとい子いるじゃないですか、そういう子好きです。結局可愛いですしね。お姉さん小島君似てますか？似てる、小島子がお姉さんに似てます。お姉ちゃんの方が先に生まれてるので、お姉ちゃんに私似てますよ。結構最近になってすごい言われるようになって、なんでかっていうと、多分私の顔が大人になったらしいです。お姉ちゃんの顔に追いついてきたらしいです。そう、長友あやみちゃんよろしくお願いします。だってあやみんね、あやみん本当に嬉しかったです、昇格して。もうずっと K のメンバーもマネージャーさんもスタッフさんもあやみんが頑張ってることみんな知ってたから、やっぱりね、そういう子が、なんだろう、そういう子の努力とかが実る瞬間に居合わせることができてすごい嬉しかったし、自分のことのようにやっぱ嬉しいですよね、そういうの。本当にあやみんは K を
引っ張っていってほしいです絶対後輩ができたらあやみんも多分慕われる先輩になると思うから楽しみですね。ヤギモエカちゃんについて、ヤギちゃんに関しては私ちゃんと喋ったことがまだなくてそう、多分チームKの声にまだ出演してないくって、だからちゃんとしっかりコミュニケーション取れてないんですよまだ。だから何かでね、それこそKのコンサートとかでね一緒になるんだったら、そこでしっかりお話できればなとか思います。可愛いですよね、顔可愛い、ずっと見てられる怖いですねおりんちゃんについて、おりんちゃん今日一緒に舞台見ました。おりんちゃんはダンスがすごいパワフルで、おりんちゃんも本当にチーム K ぜひ、みんなそうです、みんな若い子みんな力合わせて K を引っ張ってほしいです。ねえ、小島子は可愛いけどキレけどっちが好き？自分が好きな女の子ってことですか？どっちが好きなんだろう。私はでも、うわー、絶妙。可愛くもあり綺麗な人がいいな。絶妙ですね。年末年始は実家に帰れるんですか？まだ分かりません。まだスケジュール出てないです。でも年始はいつも毎年お休みあるので、少なからず何日かは多分お休みがあるので、毎年それはいつも家族で旅行に行きます。去年は軽井沢に行って、今年は軽井沢に行って、来年はどこに行こうかってこの間家族ラインが動いてました。年末は帰らないでくださいだって確かに年末帰るってことはそうですね、紅白歌合戦に出れないってことですもんね。そうですね、スキーね、私でもスノボをやってみたくて、スキーは結構何度もやってるんですけど、スノボをやったことなくて、まだ人生で一回も。スノボってどうなんだろうって、難しいのかなっていう疑問と、めちゃくちゃやってみたいっていう好奇心で、スノボしてみたいです。でも難しそうですよね。運動神経は多分ね悪くはないと思うんですよ。だからね、まあでも怪我したら怖いですけどね。でもそんなやってたら何もできないですもんね。やりたいですね、挑戦。すごい失礼なコメント見つけた。読まないどこ。腰大丈夫ですか？針打ってもらったりしてます。前髪のセットの仕方、前髪は基本はストレートアイロンでくるんってやるんですけど、最近は
動画の方が伝えやすいですよね、こういうの。虫は食べられますか？虫は食べません。腰やっちゃってるの。そうなんですよね、なんかぎっくり腰の手前らしいです。21歳です。つらい。そう、くしゃみとかが結構しんどい。くしゃみ最近ついにできなくなりました。あー、こんばんは。虫は食べません、わら。だって不思議な質問来たんだもん。虫は食べれますかって。虫は食べません。そうだよ、私セミ口に入れたことありますよ。もうそんなん言ったら何でも いけますよね。セミ口に入れるんですよ。皆さん想像してください、あの夏に鳴いてるミンミンって言ってる木にくっついてるセミを口の中に入れるんですよ。もうそれを乗り越えた私はもう 何にももう怖くないです。なんでも、もう悟りを開いてます。粉かぶり、クリーム浴び、虫を食べ、だって箱に入れられてね、箱に、まあ全部 AK ビンゴですけど、箱に自分がボックスに入れられて一発ギャグをしまくって笑わせられなかったら粉かぶるっていう、もう拷問レベルのこの企画ひどくないですか。もうそんなん乗り越えて私何にも怖くありません。全くもうトリプル A とか日誌聞きますかって。めっちゃ聞きますよ、大好きです。私トリプル A さんのライブに行ってみたくて、行ったことなくて、もう本当にあのもうなんだろう、あのエンターテインメントの中に参加する気分ってどんなんなんだろうって、映像でしか見たことないので、いつか死ぬまでに行ってみたいですね。あ、電気椅子やりましたね。そのみなさんよく起きてますね。もう結構深く、まだそんなか、眠くないです。今日ねいっぱい寝たんですよ。あ、まきこさんだ。まきこ姉さんがおる。あー、会いたい。あ、姉さん、そうだ、まきこ姉さんマジでちょっと本当にご飯に行きたい。私大好きなんです、個人的に。まきこさん、なんかそういう姉御肌のメンバーって AKB にいなくて、なんかちょっとヤンキーみたいなメンバー AKB にいないんですよ。こんな言ったら怒られそう。そう、まきこ姉さん、姉さんって呼びたくなる感じわかりますか、皆さん。好きなんですよね。明日何時起きだろう。あ、ヤンキーちゃうって。怒られた。やばい、ヤンキーにどつかれる。明日何時起きですかね。私まだ調べてないです。寝る前に調べて目覚ましかけて寝るっていう流れです。まこちゃん見てエブリンの洋服買ったら嬉しいです。ありがとうございます。ほなはよねや、おやすみ。だってほらもう姉御や、おやすみなさい。あ、でも早起きではないと思います。そんな明日は空き時間もめっちゃあるので、
き時間はお買い物に行こうと思って、最近洋服本当に買ってなくてやばいと思って、なんか冬服本当に買ってないんですよね。びっくりするぐらい。そう、あとは明日は空き時間に洋服、あ、そう、お買い物するのと、あと誕生日プレゼントを何人か分買わないといけないのと、あとは事務所に行って皆さんからのプレゼントとお手紙を、溜まってるよって言われたから受け取りに行かないといけないなっていうのと、それを3つが余裕でできるぐらい空き時間があります。明日終わりは遅いんです。明日頑張りますよ。明後日 AKB 紅白なのでね。すぐ、あ、古着来ますよ。古着よく買いますよ。リハです。そう、リハリハ、今年マジックやりましたっけ、いつかに。すぐ忘れちゃうんですよね記憶力が皆無なんです私多分。あ、もうカタログもらいに行ってきました。ありがとうございます、嬉しい。そうです、皆さん、エブリンさんのウィンターカタログが完成して店頭に置かれていますので、お買い物があったらぜひもらって帰ってください。素敵に撮っていただいて、お洋服いっぱい可愛いのありますので、お肌、専属モデルさんですかってどんな質問ですか。専属モデルさんじゃないと思います。髪型今日ポニーテールしてますよ。ポニーしてヘアバンドして、サイドの髪はくるんと巻いて終わりだよ。簡単ヘアですね。赤ちゃんがバキバキに踊ってると困ったみたいです。バキバキに踊るってるの何の動画見たんだろう。どれぐらいのバキバキですか。あ、前が、あ、ラーメンマンヘアっていうネーミングどうにかなんないんですかね。ラーメンマンヘアって名前変ですよね。誰が最初につけちゃったんだろう。ラーメンマン私まず知らなくて、ラーメンマンってなんだろうって思ってて、なんか大家さんか誰かに、まあ小島子ラーメンマンみたいな髪してるやんって言われて、ラーメンマンって誰ですかって言って写真見せてもらったらめっちゃ似てて、おおーってなったけど、やだーってラーメンマン知りません。漫画読まないです。
学校にしてくと筋肉マン、筋肉マンって言われる。そういう風潮良くないですよね。女子の髪型とかメイクとかを、服装とかを、なんかちょっと変わったキャラクター絶対喜ばないだろうっていう、それが分かるぐらいのキャラクターに例えてくる男子すごい好きじゃない私すごい嫌いなタイプです。言わんでいいやろっていうことをわざわざ言ってくる男子いません？中学生とか。わかるわかる、だってね、いるよね。ねえ、みんなほら女子わかるって。はい、男の子の皆さん気をつけてね。ほんまそれなスペシャルだってどんなコメントスペシャルだって。ほら、かまってほしいんじゃないだって。かまってほしいのであればかまってって言ってくれる男子の方が好きです、私は。の方が何かわいいってなりません？すごい素直ってなるじゃないですか。あ、草ちゃん気をつけてください。草ちゃん、ほらほら、草ちゃん、草ちゃん、私の最新のインスタの投稿の髪の毛の色見ました？めっちゃ綺麗なグラデーションで、毛先がいい感じに明るくて、めちゃめちゃ可愛いグラデーションになってます。素晴らしい。皆さん知ってますか？私今頭のこの辺の部分とかはもう地毛なんですって。 地の色らしいです。でこの辺は染めずにグラデーションで下の方だけ染めてて、そうだから髪とかに負担がかからない、なるべくかからないように草ちゃんがおしゃれに髪の毛作ってくれてます。ありがてえやっほー、ありがとうございます。どう、あ、こちらこそありがとうございます。眠い方はどうぞ寝てください。ぜひ寝てください皆さん優しいコメント、思春期の男子は不器用なだけよ、悪気はないのよだってまあね、わかりますけど、わかるけど、そんなんしてたらモテないよっていうのを伝えてあげたいですうふふ。眠くないです私、全然、本当に全然眠くない。だってこんな目がバキバキじゃないですか。つーちゃんとディズニー行かないの？行きたいですよ。つーちゃんとディズニー行きたい、予定が合えば行きたいです。あとでも絶対今寒いから、私寒いとわがままになるから、お姉ちゃんとしか今の時期はディズニー行けないそうだだこねるので、受け止めてくれるお姉ちゃんとしかちょっといけない、申し訳ない。友達とは、うん、寒いよ今のディズニー。だってあれですよ、海が近いんですよ、そりゃ寒いわって。もうなんか可愛い写真も撮ってられないし、そう寒いの苦手な、なんか寒いの冬大好きなんですけど、寒いの、まあでも暑いよりはマシか。でも寒いのは、寒すぎるとなんか悲しくなる、涙出てきません？一回怒ってなんかもう本当に嫌みたいになって、そっからなんかもうってなるんですよね。しんどい冬でも、クリスマスとかイベントごとは夏より冬の方が断然好きです。プール海よりがぜんイルミネーションが好きです。すごい喋ってる私アイズオンってなんや、アイズオン好き。クリスマス彼氏とデートしてきました。ええやんか、いってらっしゃい。素
です。あ、アイズワンと間違えた。なるほど、アイズワンと間違えたんです。すいません、気づかなかった。アイズワン知ってますよ、もちろん。私知ってなかったら大問題ですね、これは。すごい部屋が寒くなってきた気がする。今コーンスープ、今いいですね。ね、あの皆さん、え、これ全国にあるんですかね。あの駅の中とかにあるハニーズバーっていうフルーツジュース屋さんって全国にありますか？私あそこの冬に出るコーンスープが大好きなんですけど、え、分かる方いないかな。あれ全国展開なのかな。駅のさ、よくホームとかにあるんですけど、お、埼玉あるって。福岡ない。ハニーズバーっていうバナナミルクとかミックスジュースとかメロンジュースとかバーってフルーツジュースがバーって並んでて、その中で冬に出るホットのコーンスープがめちゃめちゃ美味しくて、絶対バター入れてるんですよ、ちょっと多めに。バターの風味がするんです。え、知ってる人ぜひ飲んでみてください。しかもね、あの頼むとね、もう激アツなんですよ。もうやけどするぐらい熱くて超温まるんで、ぜひ飲んでください。あ、そうそう、海浜幕張、舞浜にもあります、確か。そうってことは千葉にはあるってことでしょ。だ、関東なのかな、 JR か、 JR だ。あー、じゃあもうぜひ皆さん JR 乗る機会あったら探してみてください、ハニーズバー。そう、ほんのりバターの風味するんです。もう大好き、すごい好き。見つけたら買っちゃうもん。安いですよ、めっちゃ安いです、ハニーズバー安いの。だから買っちゃうんだよね。1日2回とか去年飲んでました。太る。もこちゃん表情豊かね、だってよく言われます。すぐね、感情が表情に出るや、出るやし、出るらしいです、私。いいのか悪いのか、悪いですね。どうやってポーカーフェイスするんですか、皆さん。なんかポーカーフェイスする人よくいるじゃないですか。ポーカーフェイスしてるつもりないかもしれないけど、なかなか感情が表情に出ず、例えばなんか嫌な時もグッとこらえて、なんか涼しい顔ができる人みたいな、そういう大人っていいですよね。ポーカー、だから私ババ抜きとか本当に無理なんですよ。もうババ来た瞬間もうニヤニヤが止まらないの、なんのって。なんかもううん、やばい来たみたいな、どうしようみたいなニヤニヤが始まって、でババをその私から誰かが引いた時もなんかありがとうございますみたいな顔しちゃう。そう、ババ抜きできない。トランプはうーん、なんかスピードをこの間しっかり久しぶりにやって教えてもらったけど難しい。スピードって強い人本当に強いじゃないですか。もうなんかバチバチ言うの分かります。机ともうトランプの音でなんかバチバチ言って、その音で焦ってこちとら集中できないっていうやつ。スピードね、大貧民、大富豪はよくやりますけど、大貧民はあんまやったことない。あ、人狼とか私無理ですよ、もう参加すらしないです、もうできるわけがない。
もう揺さぶられた瞬間終わりますからね。ダメです、あかんです。一緒だろ、だって何がですか。あ、大貧民と大富豪って一緒なの大富豪やろ、あ、でも確かにそうか、大富豪やろ、大貧民やろ、にらめっこも弱そう。あ、でも変顔得意なのでにらめっこはできそう。麻雀はしたことないですね。七並べってどんなんでしたっけ。もう多分ずっとやってないですね、もう忘れちゃってるやり方。変顔ここではしないです。公開できるほどの私は可愛い系の変顔なんてしないです。もうそんな表情筋が人より柔らかいので、もうとんでもない変顔を繰り出すので、ちょっと皆さんにはお見せできません。ファンがちょっと多分減ると思うので、すいません、残念な。私とお友達になってぜひやってと頼んでください。ポケモン GO してません。一時期してましたけど、もうやってないな。可愛い系でいいので変顔どうぞ。だって嫌です、それ変顔って言わないですもん。可愛い系の変顔はもう変顔、可愛い系の変顔こそ需要はみじんもないです。はぁ、ないです、みじんもない気になる、気になるでしょ。やりませんあ、イーブイ可愛いですよね。イーブイここにいます。じゃーん、じゃーん、これイーブイ、イーブイです。これでかーだってみんなこれイーブイ、おととい UFO キャッチャーで撮りました。お姉ちゃんとご飯してお茶してプリクラ撮って、プリクラの下にプリクラ、私1年ぶりぐらいにプリクラ撮って、その下にゲームセンターついてて UFO キャッチャーしようと思って UFO キャッチャーして400円ぐらい撮りました。楽勝イーブイゲットだぜあ、スマブラやろう、だってスマブラやりましたよ。スマブラありますよ家に。でもできないんです、私スマブラ苦手です。嫌いになるぐらいイライラしちゃって無理です、自分のできなさに。わ、あと1分40秒でして、じゃあ皆さん長い間ありがとうございました。私の暇つぶしに付き合っていただいて申し訳ないです本当にまたやりますね、インスタライブ。なんだこれ、すごい好評じゃないですか EV、 もっと早く出せばよかった EV。 EV 最近人気ですよね。なんか EV のなんかご飯の写真よくインスタで見ますもん。イエーイ、確かにでかいですね、まあまあ。しかもね、すごい硬さもしっかりしてて、まあまあちゃんとしてていい枕になるんですよ。そう、400円、そう400円で取れました。皆さんもぜひお揃いで取ってみてください。あ、ゼニガメはなかった。あ、メタモンと迷いました私。メタモンかイーブイで迷ってイーブイにしました。メタモンは丸くって滑りやすいから取れないと思ってやめて、デコボコがある方が UFO キャッチャー取れるんですよ。じゃあ皆さんまたライブします、バイバーイ。 あとチコリータもありました。チコリータとメタモンとイーブイでした。バイバーイ